めっちゃ食ってる。食いすぎだろ、美味しい。食べてる最中に回るなよ。やっぱりおじいの料理は美味しいよ、もう最高。こら、もうちょい静かに食べんか。と怒りつつも、そうじゃろ、そうじゃろ。チコリタも美味しいか。そうか。でもこれフルーツばっかだから料理してないよね。めっちゃ食ってる。何食ったらこんな出てくるんだ、食べかす。こうしてチコリタはみんなとご飯食べた後、そのままアバオーラの家に泊めてもらいました。次の朝、チコリータはそのまま水五郎と学校に行き、そして放課後、カラコロカラコロロン。ふう、やっと終わった。最近疲れるよな、ここんとこほんと暑いし。確かに外で授業してるからね。ムラムラ。おい水五郎、それ違う、やらしすぎるわ。ひどいこと言うな。この二人いつも帰ってるけど、そういう関係なのかな。ほもほもしいわ、実にね。ま、暑いけど頑張ろっか。もう終わったよ、授業は。もう少しで夏休み。はあ。じゃあね、また明日。うん、バイバイ。一緒に帰ったらいいのね。じゃあ僕たちも行こうか。調査団見習い、頑張ろう。早速オーブを見よう。そうだね、オーブも今んとこたくさんあるからな。でもこれストーリーを進行できてんのか？チャプターの方が始まらないよね。まあ、しばらくはこれやっていく感じなのかな。こうやって。つながりオーブで。そういう感じ？よし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 。前回の実況では、このギバゴのミッションをプレイしましたから、ここはどこ？一緒にさ、二つできるね。じゃ、今回こっちやろうかな？つぶやきを見る。ここはどこ？受けますか？パチリソ。助けよう。パチリス、新しい山脈 3F だね。難しさは1。よし。助けに出るミッションだ。よっしゃ。今回の実況はこちら。パチリスのお悩みを解決していきたいと思いますのでね。水五郎、毎回あそこで詰まってるよね。毎回あそこで詰まってる。いい加減学習しないかい、水五郎。ここだ。新しい山脈。のこの3の F にいるんだよ。うん、じゃあ今回の実況では前回の実況で使えるようになったボーマンだ。うわぁ、レベル50レベル、そら強いわな。前回苦戦したんですけど、そら強いわ、こんなレベルなら。え？いきなり50レベルのポケモン使えていいの？逆になんかそれ面白くなくない？50レベルって。さて、新しい山脈 1F。うわぁ、横でけえのいるわ。横威圧感半端ねえよ。押したよ。ごめんね。押ささしていただきました。仲間ですけど。仲間ですけど、押ささしていただきました。これ、ボーマンダーいらん。もう余裕だよな。お、ちょっと待って。これ強いな、わりかし。ちょっとボーマンダー切り替えようか。これまずいよ。この辺のポケモン結構強いわ。はい、うちのボーマンダー出ますよ。調子乗るんじゃねえぞ、おめえ。調子乗る。何水頃の手出しとんねん。お前何手出しとんねん。ドラゴンテールじゃ、ボケ。当たらないんかい。あんだけ俺の時めっちゃ当たったの。俺の時めっちゃ当たった。なんで当たらないの？ねえ、おかしくない？おかしくない？君、俺が敵の時めっちゃ攻撃当たってたじゃん。ねえ、水五郎ごめんね、一人やらして。いや、もうここは、ボーマンダーをリーダーにしていくのが正解でしょう。うわ、ダンバルいるし。ドラゴンテール。はい、グッバイ。はは、80だよ。おお、水五郎はレベル14レベル上がった。いいね、強くなったよ。これもうボーマンダーでやるだけの簡単ゲーになったな。一気にぬるゲー化したよ。はい、来いよ。ヤジロ、お前なんて怖くねえ。ドラゴンテール、グッバイ。ああ、簡単すぎるぜ。おいおい、みんな見てくれ。これ簡単すぎるぜ。風起こし当たらないんです。そう。もうそういう次元じゃないから。ノンダメージですよ。眠らせ。リングルはめてこうか。オッケー。次、こっち行きます。さて、ダンジョンはどこにある？次のダンジョンは。ボーマンダーおるからね。みんな気をつけて。オッケー。おー、ここあった。よし、入ろう。え。先に進みますか。当たり前です。新しい山脈2の F やってきた。OK! えい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 、ボーマンダー、俺はめっちゃ強いぞ。俺はめっちゃ強いから気をつけろよ、みんな。死にたくなければ俺の前に来るんじゃない。先に言っておこう。死にたくなければ来るなということをね。死にたい奴は来ても結構、コケコケ、お前だな、ダンバル。グッバイ。効果今一つなの、72。もうおかしいよね。じゃあ、行こう。この先にいるんだね。新しい山脈3の F。パチリス。パチリスがいるフロアに到着した。泣いてるね。ただ、ボーマンダが来ることによって、またすぐ泣くんじゃないの？こんな化け物が来たら怖いよね。
迷ってること以上に怖くなるよね。めっちゃ叫び出すと思うよ、今以上にね。あ、もう着いたか。あ、パチリスいるね。かも、チコリタどくんだ。よっしゃ、いましたよ。やった、探してたパチリスを発見した。レートジョーブ。いやー、今回かなり簡単にいけたね。ボーマンダが強すぎるわ。助けてくれてありがとう。怖くてほっぺがパチパチだったよ。今も怖い状況だと思うが。つながりオーブが光り出した。うん。これまたパチリスも使えるようになりましたね。チームとパチリスはつながった。オッケー。そしてまたたくさんのポケモンが出てきたよ。さらに周りがつながったらしいぞい。今すぐダンジョン、うん、脱出しようよ。ここに残ってても意味ないしね。オッケー。ダンジョンから脱出した。いやー、ボーマンダがほんとかなり強いんで簡単に行けましたね。経験値もゲット。今日の調査おしまい。終わった調査はリストから消しました。ありがとうっす。おっと。じゃあね、チコリータ、まったねー。で、家すぐそこなんですけどね。おー、この花戻ってきたよ。あ、この花。お、帰ってきたな。留守番すまなかっただと。埋め合わせってわけじゃねえが、旅先で運命土産買ってきたから、今晩一緒に食べるだと。もう家族やね、これ。間柄が。あ、そうだ。え？昨日お隣ですっかりごちそうになったんで、今晩水五郎たちを呼んでもいいかって？江戸、江戸？じゃあみんなで一緒にご飯食べるだと。どこまでいいやつなんだよ。こうしてその日の夜、水五郎やアバゴーラと一緒に、楽しくごちそうを食べるのでした。もうほのぼのしすぎるだわ。ほのぼの世界だね。というわけで今回の実況はこれにて終わり。次回もまた見てくれ。グッバイ。また会いましょう。